急に新しい製品出てきすぎ問題ということで今日もデジカメニュースをお送りさせていただきます。 なんか今日1日に集中しましまたよね本当いろんなカメラとかレンズがボコ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 コ出てきたようなイメージなんですけれどもその中にはですね、まあ、前から噂になっていたものと、まあ、そしてこのタイミングでこれ登場するんだとちょっと意外に感じたものもあってでどれも結構興味深いものが多いので,で今回はですねキヤノンニコン編ということでお送りさせていただこうかなと思っております、まあ、他にもですねちょっとま個人的にあこれ買いたいなというの も出てきているんですけど、何せ数が多いので、まあ今回はキヤノン、ニコンに注目していこうかなというところです。それではよろしくお願いいたします。<music> さて、まずはですね、こちらのカメラ、トラッキングフルサイズ、キヤノン EOS Six Mark II というものが出てきております。 あもう R6M2 になっちゃうんだと出てきてまだ23年ぐらいかな割と早いサイクルでのモデルチェンジになったかなという感じがいたしますもともとこの6系列っていうのは5よりも若干お求めやすいというところはあったんですけどただミラーレスの場合はですね RF マウントの場合は単にそういう だけでもなくて、まあ、こちらはこちらでより良いところもあるという感じでしょうか？まあ、というか、かなり値段が上がっちゃったかなという印象です。で、そしてですね。この EOS R6 Mark II まあ、どういう特徴があるかと言いますと、もう一言でまとめますよ。一言でまとめるとまあ、こんな感じなんですよ。軽量版 EOS R3 です。まあ、センサーの画素数がですね。 もともと2000万画素だったのが若干アップして2400万になってるんですけど、まあ、これ R3 と確か同じものが使われていたと思います。まあ、その他のスペックに関してもですね、大体一致しているんですよ。ただ、軽量版ということで、確か視線入力はなかったはずですし、まあ、それに記録メディアに関しては CF エクスプレスだったものが SD 等になっていると、SD になっているということで、まあ、ここのところがですね、若干スペックダウンしている。まあだから軽量版と 言えるのでははなないかなと個人的には思っておりますもちろん細かいスペックもいろいろこまとしたところがあるんですけれどもだいたいこれぐらいに捉えておいて良いのではないかなという感じがしますね。じゃあ新しくなったところはどこかあるのかということなんですけど、まあ、それがこちらです。まずですねローバースト機能これが搭載されました。 搭載されたんでですすよい、まあ、いわゆるプレ連写というやつですねシャッター半押しにしているところから記録してそして全押しにするキャノンの場合は0.5秒前から記録できるみたいで,で30コマ毎秒の連射となっているようです。で記録可能枚数がですね確か180枚ちょっとということでおおよそ6秒ぐらいは連射が効くみたいですね。でこの機能はですね僕は前から押している部分で,で特にですね 鳥の飛び立ちとかを撮るときは絶対これあった方がいいのででも僕もですねあのよく活用していますのであついにキヤノンも対応したかもともと EOSM システムの方ではあったんですけどこの RF マウントのフルサイズの方でも対応したかという感じですただフルサイズでの対応は Z9 が初めてだったので、まあ、2番手といえば2番手なんですけどね でもソニーにはまだこの機能ないからキャノンとかニコンがですね、まあ、いいなって思う点はここかなと個人的には思っておりますちなみになんですけど AF は追従しますがただし AE は1枚目で固定になってしまうようです AFAE 追従というわけではなくてオートフォーカスピントの方は移動するんだけれども露出の方はですね最初の1コマに固定という形になるようです そしてですね被写体認識 AF、まあ、これも細々としたアップデートがあったようなんですけどそこにですね動物、馬が追加されたみたいですでこれ、最初ジョークかなって思ったんですけど島馬にも対応するらしいですね。 なんか似たような四つ足動物だったら対応するような気がするんですけど、まあ、とにかく特別ですね馬という枠を設けたのはおそらくなんですけどスポーツ新聞社から要望があったんじゃないかな、まあ、その辺りのカメラマンから、まあ、例えば競馬とかあとは馬術とか、まあ、そういうところを撮、ね、ろうという時に、まあ、あった方がいいということなんでしょうね、まあ、だからサクレやたら馬が多かったですこの R6M2 に関しては。 あの競馬とかですね好きな人は結構ですねこれいいかもしれないですね。ただ、この機能ってですね多分アップデートでも対応できるようなもんなので、まあ、実際、ですね Z9 とかこのローバースト的なものが後から追加されたじゃないですかおそらくですね R3 にも後々アップデートで対応していくんじゃないかなと思われます。でいずれはでですね r 3で できなくて r6。マーク ii でできなできるっていうことはなくなるんじゃないかな。それでいいかな？で r3 の方ではできて、r6。マーク ii の方ではできないっていうことがまあ、だんだん出てくるんじゃないかなと個人的には思っております。まだからですね。カメラとしては、まあ、あの全く新しい概念のものが登場したというわけではなさそうですね。 さて、これと同時にですね、レンズも出てきておりましてでこれ結構、ですね、個人的にはちょっとどんなんだろうって思っているんですけどそれがこちらです。 RF135mmF1.8LISUSM というものですね、5.5段分の IS があるんですけど、まあ、それよりもですね中望遠の 135mm という焦点距離、そして F1.8 という大口径レンズ、まあ、ここがですね個人的には惹かれる部分です。 もちろんこれでですね、静夜写真撮りたいと思っているんですよ。まあ可能であればね。で、キャノンの場合はですね、もちろん改造って手もあるんですけど、EOSRA という手もありますから、まあそれでですね、静夜写真撮ればいいのが撮れるんじゃないかなということが期待できるわけです。やっぱ135ミ、mm、リっていろいろ撮れて楽しいんですよ。静、まあ、夜写真のですね、まあ、基本的な焦点距離とも言えるもので、まあ今もうだいぶ遅くなっちゃったけど、ケフェウス座の付近とか、まあ、あとはカシオペアの あたりもですねカシオペアザもぴったり収まる感じかなそしてこの時期であればですねエンゼルフィッシュとか、まあとはバーナードループこのあたりがですね広くそして綺麗に撮れるので135ミ、mm、リっていう画角がですね僕かなり好きなんですよでまあそれでアポゾナー135ミ、mm、リというまあ、これも非常にですね高価で あのなかなか定評のあるレンズをずっと使ってきたんですけど、まあ、新しいのがどん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 出てきていましてさて今回はどうだろうということはもちろんですね調べたくなってくるわけですでレンズ構成図などを見てみたんですけど、まあ、こんな感じでした12群17枚でで MTF ですねこれ解放ですよ f 1開 1>, 1 8解放であかなりいいなっていうところは見て取れますよね。ただこれは気化工学的 MTF になるかなで。10本と30本にそれぞれなるんですけれども、いやでもこれ相当 135mm、しかも F1.8 解放ということを考えれば良いのではないかなと思います。ただですね あのこれだけだとちょっとわからないところが色収差がどうなんだろうっていう感じがするんですけどレンズ構成見てみるとですね、UD レンズ3枚なんですよね17枚のうちで、厨房やレンズって一般,的には一般的にはポートレートなどで使われますので場合によってはですね、ボケを重視するために若干収差が残してあるっていうことがあるんですよそういう場合もあるんですよで、 この特殊ガラスが少ないという構成を見ると、ですねもしかしたらそういう嫌いがあるかもしれないです。まあ、実際撮ってみないとわからないですけれども若干パープルフリンジとかが出やすいレンズになっちゃってる可能性も、まあ、あの否めないので、まあ、そこのところがどうなんだろうというところはありますね。もしこれがですね例えば BR レンズとかが使ってあるともう徹底的に軸上色収差がやっつけであるんだろうなということが想像できるんですけどどうもそういうタイプではなさそうだなという感じがちょっとありますね。はいでもまあ新しいですねこの 135F1.8 ということで EOSRA をお持ちの方はですねぜひとも1回使ってみていただきたいそしてですね作例を出していただきたいなと思っております。はい さてそれとですねまたニコンからこういう大砲が出ましたニッコール Z600mmF4TCVRS ということで1.4倍の倍の テレレコンンバータータが内蔵されたそれたそでいいての超望遠レンズということですねこれがですね同クラスの一眼レフ用のものと比べて、まあ、600から 700g ぐらい軽くなっているみたいで、まあ、Z マウントの一つの特徴として全体的にまあ小型軽量化が図られているというところがあるみたいです、まあ、人によってはですね手持ちでも十分やっていけるのではないかなでも 3, 3キロオーバーはちょっと厳しいかな、はい そしてですね、こちらもちろん MTF 曲線はすごくいいです。まあ、ほぼですね直線と言えるタイプですね。左の方は F4。こちらはテレコン入れてない場合。 右の方は F5.6 というのはですね1.4倍の内蔵テレコンバーターを入れた場合です若干周辺の方ではですね劣化しますけれども、まあ、この手の望遠レンズって基本的に中心に使いますからね、まあ、そういうことを考えれば十分良いのではないかなと思いますただ良好なんですけど気化光学準拠と思われるところにちょっと注意が必要かなと思ってて結構望遠ってですね波動効果が出てくる場合がありますので、まあ、それを考えるとですねこの直線よりは 若干劣化するととといいいいうところは思っておかないといけないかななけもしれませんただ、超高性能なレンズであるということは次の構成図を見てもですねよく分かりまして20群26枚構成そのうちですね4群7枚は内蔵テレコンになってて、まあ、こんな感じになっているんですよでテレコン入れない場合はこちらなんですけれどもまずこの紫がですね確かフローライトだったかなそして特殊な赤とか黄色がそれぞれスーパー ED と ED になってて さらにはですね、SR レンズ、これが色収差をやっつける上で非常に威力を発揮するレンズになっていて、結構、K の大きいものが使われているんですよね。この構成を見ても、おそらくですね、ほとんど色収差が出ないような超望遠レンズになっているんじゃないかなと思われます。つまりですね、星空撮影をしても、すっきり撮れるような、まあ、そういうタイプになっているんじゃないかなという感じがしますね。 で最初、使用表を見たときに SR レンズ2枚ってことで、えっ,って思ったんですけど、なんかぱっと見ないんですよね。あれ、機材間違いじゃないかなって思ったら、テレコンの方にも入ってるみたいです。すっごく極薄のピンクでですね分かりづらいんですけれども、確かにですねこのテレコンの部分にも SR レンズというものが使われていますね。 それによってさらにですねテレコンを入れても尻差があまり出てこないような、まあ、そういう構成になっているのかもしれません。いやただこれを見るたびにですね回数回数思うことなんですけど もう少しですねミラーレス化の波が遅れるかあるいは SRBR が出るのが早ければなって思っちゃうんですよ。だってこれって徹底的にですね修差がやっつけられているような、まあ、そういうレンズじゃないですか、まあ、それをですね是非ともモノクロとかで使いたいなって思うんですけどどうしてもフランジバックとかの関係でかなわないというところが、うん、毎回毎回ですね ああって思っちゃうところではありますけれども、まあ、とにかくですね、性能はめちゃくちゃ高いです。まあ、ニコンもですね、Z7A とかそういうものが出れば、かなり生きてくるとは思うんですけれども、まあ、そこのところが噛み合いがちょっとですね、あのどうしてもずれちゃったなっていうところは個人的には感じるところですね、毎回、毎回。はい ただまあ値段はですねこれめちゃくちゃお高いですでもう術中はまだ始まってないかなでこれから数日後にですね予約開始になるみたいなんですけれどもまあ200数万するようなまあそういうレンズになっていますので大いそれと変えるものではないですね、まあ、どの道ねうんということで今日はですねあのいろんなホント製品が出てきてまだちょっとねあるみたいなんですけれどもとりあえずニコンキャノン編ということでお送りさせていただきました まあそれではですねこちらのデジカメニュースはこれぐらいで終わりたいと思います。えー、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。